30日、スマートフォン、トー向けの新サービスを発表しました。トーモバイルは、2013年にインターネットサービスを運営する一部上場企業のフリービットが、モバイル事業に参入して立ち上げたフリービットモバイルサービスから始まり、2015年にツタヤを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブが第三者割当増資を受け、現在はツタヤのスマホとしてスマートフォン端末トーンと月額1000円からの低価格プランを提供しています。本日はフリービットの創業者でありトーモバイルの代表取締役社長 CEO 石田敦樹さんをお迎えし、トーモバイルがリリースするスマホの特徴やサービスの魅力を伺っていきたいと思います。それでは石田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、フリービットから始まり、まあ、今トーモバイルという名前ですけども、先日3周年といいますか、はい、イベントを開催してこれまでの取り組みですとか、まあ、今後についてお話をされていたということなので、うん、まあ、その辺について詳しく聞きたいなと思います。はい、まず、まあ、いろいろね、今格安スマホ会社 MVNO いっぱいありますけども、はい、トーモバイルっていうのはどのような会社になるんでしょうかね。そうです、もともとフリービットという会社はインターネットの特許技術をベースにしたインターネットにインフラのベンチャーでして、でそこを持っている特許技術であったりとか、それから、まあ、インフラ技術っていうのと、あとはツタヤであったりとか T ポイントで有名な、まあ、生活提案企業であるカルチャーコンビニエンスクラブがですね、一緒になって作ったスマートフォンの会社でして、基本的には、まあ、一言で言うと、まあ、世界一安全安心なスマートフォンサービスっていうのを提供していくっていうことを目標としています。なるほど。フリービットとして、まあ、サービス開始したのは2013年の11月ということで、はい、まあ、世間的にはまだね、格安スマホと言われる前のタイミングだと思いますけども、はいはい、なぜゆえにそのタイミングであえて MVNO として参入したんでしょうかね。はい、もともとフリービットの理念がですね、まあ、インターネットを広げて社会に貢献するということで、やっぱりそのスマートフォンっていうのは言ってみれば本当に一番安くて、で一番高機能なコンピューターになりますんで、それを普及する方法としてこのスマートフォンっていうもののメソッドを使っていくとすごくいいなと思いまして、まあ、理念に基づいた形で今、まあ、我々がずっと蓄積してきた技術であったりとか、あとはそのいろんなスマートフォンを作ってくれる工場との連携とかも出てきたことがあって、まあ、そういうような理念に基づいた形で参入したという形になります。やはりまあ2013年っていうのは非常にいいタイミングですか。どうですか。そうですね、はい、ですから、まあ、ちょうどその時 MVNO 自体のいろんな技術的な開放が進んできたっていうことと、それからあとはその端末自体も自社で作れるようなタイミングになってきたということで、もう本当にちょうどいいタイミングでしたね。結構あのタイミングでね、やっぱり端末を引っ提げてオリジナル端末で参入してくるって、はい、なかなかなかったですし、はい、結構チャレンジングな感じでしたよね。そうですね、それはまあ、我々そのフリービットでもともとエグゼモードというですね、はい、言ってみれば ODM メーカーといいますか家電メーカーを持ってまして、はい、でそこでまあ最初はフォトフレームしか作れなかったものが、そこからだんだんタブレットが作れるようになって通信機能を合わせて、でやっとその2013年にまあスマートフォンまで持ってこれたということで、約10年近い取り組みっていうのをやってるんですね。ですからそういう意味からすると非常に長い技術蓄積であったりとかノウハウを持った末ということですね。なるほど。はい、でまあ、その後カルチャーコンビニエンスクラブと、まあ、組むという感じになりましたけども、はい、まあ、この組んだきっかけっていうのは、まあ、どういったところなんでしょうかね。はい、やっぱり実際スマートフォンっていうのはやっぱ日本の場合は大手3社がまあ携帯電話を提供したことによって、うん、すごくやっぱりお客様の目が肥えてるんですね。でやっぱりオンラインだけでは絶対に無理だっていうのが分かってましたんで、まあ、フリービットモバイル時代もすぐにあの店舗の実験ということを進めていったんですけど、それをやっぱり多く広げていくっていうことと、やはりそのプラスアルファっていうことを考えた時に、単純な、まあ、スマートフォンと MVNO だけでは絶対にそのレッドオーシャンといいますか、ただの競合の中に入ってしまいますんで、また別のプラスアルファの生活提案であったりとか、そういうワクワク感とかっていうことを提供できるっていうことが、まあ、一つの目標で、まあ、あとは、まあ、CCC という会社、増田社長がのオーナー企業ですんで、まあ、決断も非常に早いということになりまして、今増田社長と僕の方でもうタッグを組んで進めているというような感じですね。ね、フリービットとしてね、店舗も出したりとかして結構こう頑張ってる感じはすごいしたんですけども、はい、やはりあれってこうフリービットだけでやるのは結構大変だったのかなっていう感じはあったんですか。はい、そうですね、もともとフランチャイズの仕組みを作りたいっていうのがありまして、うん、はい、でそのためにはやっぱり自分たちでやってみないとわからないっていうところがありましたんで、うん、フリービットの社税でもやっぱ正解ってわからないんで、うん、やっぱ早く動いて早く失敗して早く修正すると、うん、それを一人早くやれば先に行けるっていうふうに思いましたんで、うん、
今回はやっぱりその端末から店舗までっていうところを全部垂直統合で作っていくということになってましたんで、僕はほとんどその仕事の中に特化して、まあ、ずっと自分でも店頭に今でもそうですけど立ってみて仕組み自体を作り上げたっていうことですね。結構増田社長を口説くのは大変でしたか？お声掛けいただいたのは実はあの CCC からいただいた形だったんで、そうですよね、あの時 CCC もなんか自分たちでやろうとしていて、はい、で全然別で動いてたけども、はい、なんかその端末出すのが半年とか1年後ぐらいで、はい、よくそのスピード感で CCC やっていく気あるなっていうのを怒ってましたよね。そう旗から持ってて、はい、この業界舐めてんなと思ったら、はいはい、フリービッツと組むことになって、はい、あなるほどなみたいな、はい、お互い弱いところ強いところがちゃんと分かっていて、はい、でそこの補完関係ができてるなと思って、なかなかいい関係だなと思ったんですけど、はい、まあ、そういう時にお声掛けいただいて、やはりその増田社長の方もですね、やっぱりその TSUTAYA の未来だったりとか T ポイントの未来っていうのがやっぱり全部スマートフォンに乗ってくると、店も店舗に乗ってくるし、磁気カードもスマートフォンに乗ってくるしっていうようなところをやはりずっと考えられてたんで、それはやはり垂直統合でサービスが作れるということですごく魅力を感じていただいたって感じですね。で、まあ、非常にその垂直統合にこだわられてますけども、はい、そこだわっている理由って何ですかね。まあ、他の、ね、うん、MVNO ってやはりもうね、はい、回線だけ提供していて端末は別みたいな感じがしますけども、はい、これあのですね、やはりその MVNO ってもっともっと劣等者になっていくんですね。ですから例えば、まあ、我々1995年からですねインターネットのベンチャーやってまして、最初にはプロバイダーを作ったんですけど、はい、その時に1994年からだいたいプロバイダーが始まって、例えば1998年ぐらいまでにだいたいですね2000社以上できたんですね。でそれから考えると今の MVNO の500社ってまだ少なくて、この4倍ぐらいまで増えてくる可能性があると思ってます。で一つは提供者サイド、もう一つは顧客サイドの視点から垂直統合を選んだんですけど、その時に提供者サイドから見ていくと一番重要なのはそのサービスの継続性というのがものすごく大切で、結局2000社あったプロバイダーが今250社まで減ってますんで、ものすごい淘汰が行われるわけです。でその時に重要なのっていうのはやっぱりその継続的な課金サービスというのは継続的なコストがかかりますんで、それをしっかり賄っていくためにはやっぱり垂直統合っていう方法しかないっていうところだったんですね。ですから回線で調整するか端末で調整するか、あとはサポートでどうするかっていうのを全部バランスを持っていかないと、どうしてもコストが増えていって、どん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 端末が出てくれば出てくるほどコストが上がっていく構造になりますんで、それをなんとかしたいっていうことと、もう一つはやっぱり顧客サイドから見た時に絶対選べなくなるっていうのが分かってまして、だからやっぱりプロバイダーの時もそうでしたし、例えばまあプロバイダーとパソコンをくっつけたようなものがあのスマートフォンのサービスになるわけで、はい、やっぱりスマートフォンでコンピューターですからものすごく複雑で、マーケティングの論理に行くと今みたいにプランがめちゃくちゃできてきたりとか、端末もいろいろ出てきたら結局分かんなくなったと。でそれはやっぱり昔スティーブ・ジョブスがアップルに戻ってきた時に30種類以上あった端末をたった4種類に絞った、はい、でそれで言ってみれば30分の4の開発費だからそれに全部投入できたっていうことなんで、我々もだからそういう意味で端末1機種ですんで、だいたい通常の機種の15倍ぐらいのコストをかけて1機種を作ってる。その2つの意味で、まあ顧客からするとシンプルでいい端末が得れる、でそれから提供者サイドとしても継続性を担保できる、この2つのところでそういうような垂直統合というのを選びました。ね、だからもう選ぶとしたら機種しかないしっていうことですね、はい、で料金プランも結構安くてね、はい、1000円みたいな感じがしますけども、はい、あれちょっと安すぎませんかね。あの結局これも弊社しかやってないんですけど、はい、やっぱりそのアプリごとに速度を切り替えるんですね。でこれは、端末と交換機の部分を自社で作ってるからできますし、そういう特許っていうのも持ってまして、で結局その電力と同じように通信ってピークコントロールなんですね、はい、だからピークに合わせて設備を打たないといけなくて、1日何回かしか来ないピークに合わせて全部の設備を持ってる、でそれをうまくコントロールできればいいはずなんで、だから今言ってる何ギガとかっていうのはあれ積分値ですよね。だから本当はピークコントロールになってないんで、そもそもおかしな論理で、だからあれはそのピークをこう落としていくことによってあの1000円っていうので十分利益が出る構造というのを作ってます。ね、まあ、そういうのができるのも垂直統合で全部ね、そうですね、はい、とかってしますよね。で、まあ、実際端末なんですけども、はい、特徴といいますか、はい、この辺はどの辺になりますかね。あの一つはやっぱりもうとてもシンプルに作り込まれているということで、はい、OS とかファームウェアまで我々で全部作り込んでますんで、例えば新しいオプションとか申し込むとソフトウェアが自動的にインストールされてセットアップが完了したりとか、あとは例えば箱に置くだけでサポートセンターに来てる不良のトップ 80% は自動的に
修復されたりとか、そういうような機能があるんですけど、まあ、一番大きいのは通常のスマートフォンよりもソフトウェアのバージョンアップでできることを多く開発されてるんですね、うん、ですから、通常例えばバッテリーの持ちをこの間倍にしたりとかっていうのがありましたけど、そういうのも後からソフトウェアでできる領域っていうのは結構増やしてるっていうことなんですね。それが特徴的なとこだと思いますね。ね、実際まあ箱に置くとそこで自分で判断して修理してほしいところをこう、ね、はい、センターに送るみたいなのはなかなかないアイディアですし、はい、あれというのはね、本社ならではな感じですよね。そうですね。あそこ結構みんなメディアはびっくりしたんですけど、発表の時に、はい、あの反響ってどうでした？何本かテレビ CM を作ったんですけど、やっぱり反応が全然違うんですね。その明らかに違うユーザーインターフェースっていうものをスマートフォンというのは提供していかないと、もう全部同じものに見えてしまいますんで、でやっぱりテクノロジーが単純にスペックではなくて、あれはその非接触式のカードの技術を使ってソフトウェアを起動したりとかってしてるんですけど、ユーザーサイドのところにテクノロジーをどう使っていくのかっていうところがやっぱり一番特徴的なところだと思いますので、非常にあれはお店であったりとかお客様からも高い評価をいただいてます ね、 ですよね、はい、あと端末的にはやはり安心なところをかなり押してる感じだったりしますよね。はい、そうですね。言ってみればあらゆるものをこう見守っていくっていうか、優しく見守っていくっていうところが特徴なんですけど、例えば一機種でフルスペックスマートフォンなんですけど、お子様向けにも変化したりとか、高齢者向けに進化したりとか、あとはガラケーから移ってきていただいた方向けに変化したりとか、一機種でかなりいろんな形で変化をしていくんですね。でそれぞれの年齢層に合わせての安心機能というのがついてまして、やはりその今一番やっぱり評価いただいているのはその子ども向け、お子様向けの機能で、小学校の高学年になって初めて塾に行くタイミングからスマートフォンを持たせるご家庭が多いんですけど、やっぱりまず位置をしっかりと見守ることができたりとか、あとはご利用のアプリを見守ることができたりとか、それからあとはこの間出ましたようにそのインターネットのブラウザーで見たものがフィルタリングをかけるだけではなくて、どのようなサイトを見てるかってこうカテゴリー分けされて、プライバシーがあるんでどのサイトを見てるまでは出てこないんですけど、こういうお子さんが興味を持ってるっていうこともご両親から見れたりとか、そういったようなとこまで作り込んでますんで、その辺はもう非常に高い評価をいただいてますね。その辺からするとやっぱ親も安心して子供に渡せるという、そうですね、はい、いうものになってるという感じなんですかね、はい、実際今客層っていうかユーザー層はどんな感じになってますか、はい、やはりですね10代と、40代以上の方が非常に多い感じですね。で真ん中の部分っていうのはもともとその iPhone が持ってる市場ですんで、そこでやっぱり競合してもなかなか勝てないというところで、もともとそのお子様から高校ぐらいまでの方から、それからあと40代以上の方っていうのにターゲットしてたんですけど、その通りのターゲットになってる感じですね。結構家族でっていうのも方するんですかね。そうです、家族で持たれる方も非常に多いですね。今だから1契約あたりの販売台数って 1.3 とか台ぐらい行ってますんで、だから1契約あたりで大体 1.3 台ぐらい購入いただいてるっていうところが非常に特徴的なところだと思います。やっぱりあの値付けだとね、2契約ぐらい、1回みたいな感じですね。そうですね、はい、試して使ってみるかっていう感じだったりしますもんね。で、あとTSUTAYA店舗で売られてたりしますけども、はい、実際TSUTAYAでの反応ってどうですか？そうですね、まさかTSUTAYAでスマホを売ってると思われずに来られる方がいるんですけど、やっぱり今そういう意味でメッセージがシンプルであるっていうことで、やはりその非常に多くの反響をいただいてまして、やはりその店舗が増えるごとに入会者数も増えてきてるっていうところで、非常に面白いところですね。あとは最初はなかなか我々、例えばもともとやっぱデジタル出身なんで、やっぱりスマートフォンで、コンテンツが全部デジタルで、ダウンロードされるのかなと思っているとですね、やっぱりいろいろアンケートを取ってみますと、TSUTAYAの DVD が無料で借りれた方が嬉しいとかって言われる方もおられるんで、その辺のところのサービス連携とかっていうのも非常にうまくいき始めてますんで、特徴的なサービスになってると思いますね。そうですよね、はい、スマートフォン使いこなしてる人からするともうそんなのね、ネットで見ればいいじゃんと思いますけど、はい、そうじゃない人っていうのはみんな TSUTAYA 行って DVD 借りてるし、はい、多分ね、TSUTAYA 行ってる人っていうのは、週に1回とか、はい、ね、こう何回もか何回も行ってる人なので、はい、最初ここにスマートフォン売ってるんだと思って興味を持って、その場では買わないけども、また翌週にね、返しに来てるタイミングで、はい、買ってくれたりとかってすることもあるでしょうから、結構TSUTAYAっていうのはいい、ね、タッチポイントになってるのかなって思いしますね。そうですね、その顧客のデータベースであったりとか属性とかっていうのをTSUTAYAの店舗って全部分かってますので、やっぱり出店するにしてもそういうようなデータがあるかないかっていうのはやはり大きく違いますので、非常にその辺はいいパートナーだと思いますね。でしかもあれですよね、全国で展開することも可能で、全国展開もできるということですよね、はいはい、非常にやはりそのTSUTAYAの皆さんってその FC フランチャイズの仕組みなんで、やっぱり加盟店さんとの関係がものすごく良くてですね、今
全力で TSUTAYA のモバイル推進本部の方で進めていただいてるんですけど、本当に非常に強力なパートナーだと思うんですね。いろんな意見もいただいてですね、全然気づかなかったようなところっていうご意見もあって、本当にいい形で進めてます。例えばどういった意見ですか？だからやっぱりですね、お客さん自体のこう視点にすごくこう、まあ、皆さん立たれますんで、やっぱりそのユーザーインターフェースの話であったりとか、あとは申し込み画面のことであったりとか、すごい細かいのところからですね、あとはまあ今回のそのかけ放題のサービスもやはり非常に TSUTAYA の皆さんからの要望とか加盟店の皆さんからの要望が強くて、でそれであの実現したということになってますけど、はい、今回 IP 電話が1回国内1回10分までかけ放題になるサービスという感じですね。やっぱりかけ放題って必要ですかね。最近ね、各 MVA のこぞって導入してますけども。そうですね、その端末も回線も込みっていう表現っていうのは我々が一番最初にやってたんですけど、その後からは通信料金だけをアピールするような形になって、で今度また込み込みに戻ってきてるっていうことなんですけど、やはりその分かりやすいっていうのはあるんだと思うんですね、だからそういう意味で、まあ、弊社の場合はその特殊な IP 電話っていうのを持ってましたんで、やっぱりこれは通常の090と比べるとコスト構造が全く違いますんで、かなりこういうサービスとしては打ち出しやすい感じでしたね。そうですよね、もともと IP 電話もやっていて、はい、さらにかけ放題という感じですね。そうですね、はい、あの結局東モバイルの場合ですね、フリビット時代から作ってきた IP 電話の品質が高いこともあって、全体の中で090とかのオプションをつけられる方って3割ぐらいしかいないんですね。他の方は皆さん IP 電話でご利用いただいてますんで、普通に IP 電話使われて、だからあまりこう IP を意識せずに皆さんやられてます。ね、他の MVNO の場合ね、やっぱ090、080ありき で、はい、でそれで、まあ、かけ放題で IP 電話導入するというパターンもあったりしますけども、はい、まあ、確かにね、トーンの場合は IP 電話がメインってことからすると、はい、ユーザーからすると、まあ、親しみやすいオプションになってると。そうですね、標準でも IP 電話がついてくるっていう形なんで、ですからこれやっぱりその端末まで作ってないと、ソフトだけ後から入れるとですね、 IP 電話ってものすごく難しいんですけど、その端末まで一緒に作ってることによって IP 電話でもちゃんと着信したりとか、変な Wi-Fi 掴んでるときって IP 電話って着信しなかったりとかかからなかったりするんですけど、どういう状態にあってもいいクオリティを保てるっていうようなところができてるっていうことですね。非常に特徴的な機能です。まあね、御社が参入した3年前から比べると、はい、まあ、相当今ねライバル増えてますけど、はい、やっぱりこの状況ってある程度予想はされてましたか？そうですね、完全にやっぱり予想はしてましたね。その先ほどの、はい、1回インターネットプロバイダーの事例でやってます、全く同じ構造ですん で、で今回はやっぱり MVNE みたいな存在がいることによってもっと参入しやすい構造になってますんで、これからいろんな意味で目的特化型になってきたりとか、最終的にやるのは無料みたいなところも出てくるはずなんですね。でやっぱりただこれによって今まではもうとにかく最初にフリビットモバイル始めた時は大丈夫っていうものすごい怪しい会社と思われたんですけどでも今はもう完全に MVNO っていうのが皆さんはそれの一つの選択肢として選んでいただいてるようになりますので、そうすると逆に言うとその中でどう特徴付けするかっていうところが、まあ、売れずに、まあ、3年間料金プランを1回もいじってないところってなかなかないと思うんですよ。そうですよね、はい、それで今実際満足度も 82-3% で、実際購入いただいた方が他の人に勧めたいという割合も 85% ぐらい来てますんで、これはちょっと非常に面白い稀有な例だと思いますね。料金そんなに安くて、まあ、そういったサービスがあって、はい、まあ、満足度高いの分かるんですけど、はい、逆に不満に思われてる点ってどこなんですか？ですね、不満に一番多かったのはですね、その速度の部分をちょっと一回こうバーッとユーザーが増えた時に混んでしまった時期があって、その時に不満足理由が増えたんですけど、現時点での不満足のところっていうのはほとんど大きなところはない感じになってきてますね。なるほど。あとはまあその店舗をもうちょっと増やしてほしい、もっと近くにあった方がいいとかですね、そういったところはありますね。そうですよね、はい、ただね、やはり他の MVNO の場合はね、家電量販店メインだったりとか、はい、まあ、最近ではね直営店出すとかって話もある中で、はい、とは言いつつもね、各県に一つ出せればいいかなっていうレベルだったりしますけど、はい、その点で言うとやはり TSUTAYA と組んでるっていうのは非常に強いですよね。そうですね、加盟店さんが出していただけるんで、すごくいい構造にはなってますね。実際その TSUTAYA の店員さんとかもちゃんと対応してくれるようになってるんですか？はい、東モバイルはですね、専用の店員さんから、専用の担当者になっていただいて、兼業ではないんですね。ですから東一機種一プランだけを売るための専任スタッフというのが、各店舗のところに常駐している形になりますので、その辺は非常によくできてますね。松代さん、実際に今までの話聞いてみてどうですか？そうですね、正直私 TSUTAYA ってもう何年も行ってなくて、で最後に行ったのっていつだろうって思い出してたら、
家族と住んでた頃なんですよ。でそれはその家族で一緒に見る映画とか、まあ、アニメとかそういうのを借りに行ってたんですけれども、まあ、そういう時にふっとそのツタヤでスマホが売ってるってなった時に、先ほどあの石田さんが家族で持たれる方が多いというお話をされてたので、はい、なんか私それはすごい通ずるものがあったんですね。なんかまあ話題になりやすいというのもありますし、であと、まあ、いろんなゲストさんこの番組来ていただいてるんですけれども、石田社長ほど月額その1000円でちゃんと利益が出せる理由を明確に言ってる方っていなかったなって思って、そういう点ではなんで、まあ逆に言うと他の会社はまあ言えない事情もあるのかもしれないんですがなんかそういう部分ではすごい信頼できるなっていう印象を私は今日持ったんですよね。その点やっぱトーンは非常にね、技術的なバックボーンもあり、でさらにはねやっぱそのプロバイダーをやっていたっていうところは非常に大きいのかなと、うん、はい、ね、やっぱなんだかんだ言ってプロバイダーの状況と同じようにね MVNO もなっていくっぽい感じはね、誰しもみんな分かってることなので、はい、っていうところで言うと、まあ、その経験も非常に生きてるのかなという感じがしますね、はい。今後そのトーンモバイルでこう目指しているところですとか、はい、目標ですとか、はい、その辺あったりしますか。やっぱりその最近よく言ってるのはやっぱ世界一安全安心なスマートフォンサービスということなんですけど、これからやっぱりその子ども向けであったりとか、今度スマートフォン自体が高度化していくとセキュリティ問題ってものすごく大きくなってくると思うんですね、はい、でそれをとにかく本当に世界一って言い切れるのは端末から回線からここまで一社でやってる会社っていうのはないわけなんですね。ですからそれは挑んでみたいなと思ってますので、これからもっといろんな意味で、スマートフォンが社会インフラになればなるほど安全安心というのは大切になってくると思いますので、やはりその高機能とかなんとかっていうものを表に出すんではなくて、そのテクノロジーを使って本当の安全安心っていうところを、実現していくっていう、そういうところを目指していきたいと思ってます。ね、他の MVNO は結構ねそういった安心安全サービスを他から買ってきて提供しているところもあったりするので、はい、自社でやられているとか結構珍しいのかなという感じですよね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。はい、あの今スマホの普及率がだいたい 50% を超えたっていうようになってまして、まだまだガラケーの方々おられると思うんですけど、これからやはりそのスマートフォンが社会のインフラになってきて、世界で一番使いやすいコンピューターだと思いますんで、ガラケーの皆さんもですね、ぜひともですね安心してスマートフォンを体験して新しい世界の窓を開いていただきたいなと思いますんで、ぜひともそういった方々にも安全安心で使っていただけるようなサービスを作っていきたいと思いますんで、ぜひともこれからも注目いただければというように思っております。はい、石田さん今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。本日のゲストはトーンモバイルの代表取締役社長 CEO。 その電力と同じように通信ってピークコントロールなんですね、はい、だからピークに合わせて設備を打たないといけなくて、1日何回かしか来ないピークに合わせて全部の設備を持ってると、でそれをうまくコントロールできればいいはずなんで、だから今言ってる何ギガとかっていうのはあれ積分値ですよね、だから本当はピークコントロールになってないんで、そもそもおかしな論理で、だからあれはそのピークをこう落としていくことによって1000円っていうので十分利益が出る構造というのを作ってます。ね、まあ、そういうのができるのも垂直統合で全部ね、そうですね、はい、とかしますよね。で、まあ、実際端末なんですけども、はい、特徴といいますか、はい、この辺はどの辺になりますかね。あの一つはやっぱりもうとてもシンプルに作り込まれているということで、はい、OS とかファームウェアまで我々で全部作り込んでますんで、例えば新しいオプションとか申し込むとソフトウェアが自動的にインストールされてセットアップが完了したりとか、あとは例えば箱に置くだけでサポートセンターに来てる不良のトップ 80% は自動的に修復されたりとか、そういうような機能があるんですけど、まあ、一番大きいのは通常のスマートフォンよりもソフトウェアのバージョンアップでできることを多く開発されてるんですね、うん、ですから、通常例えばバッテリーの持ちをこの間倍にしたりとかっていうのがありましたけど、そういうのも後からソフトウェアでできる領域っていうのは結構増やしてるっていうことなんですね。それが特徴的なとこだと思いますね。ね、実際あの、まあ、箱に置くとそこで自分で判断して修理してほしいところをこう、ね、はい、センターに送るみたいなのはなかなかないアイディアですし、はい、あれというのはね本社ならではな感じですよね。そうですね、あそこ結構みんなメディアはびっくりしたんですけど、発表の時に、はい、あの反響ってどうでした？何本かテレビ CM を作ったんですけど、やっぱり反応が全然違うんですね。その明らかに違うユーザーインターフェースっていうものをスマートフォンというのは提供していかないと、もう全部同じものに見えてしまいますん でやっぱりテクノロジーが単純にスペックではなくて、あれはその非接触式のカードの技術を使ってソフトウェアを起動したりとかってしてるんですけど、ユーザーサイドのところにテクノロジーをどう使っていくのかっていうところがやっぱり一番特徴的なところだと思いますんで、非常にあれはお店であったりとかお客様からも高い評価をいただいてますね。ですよね、はい、あと端末的にはやはり安心なところをかなり推してる感じだったりしますよね。はい、そうですね、
言ってみればあらゆるものをこう見守っていくっていうか優しく見守っていくっていうところが特徴なんですけど、例えばまあ一機種でフルスペックスマートフォンなんですけど、お子様向けにも変化したりとか高齢者向けに進化したりとか、あとはガラケーから移ってきていただいた方向けに変化したりとか、一機種でまあかなりいろんな形で変化をしていくんですね。でそれぞれの年齢層に合わせての安心機能というのがついてまして、やはりその今一番やっぱり評価いただいているのはその子ども向け、お子様向けの機能で、小学校の高学年になって初めて塾に行くタイミングからスマートフォンを持たせるご家庭が多いんですけど、やっぱりまず位置をしっかりと見守ることができたりとか、あとはご利用のアプリを見守ることができたりとか、それからあとはまあこの間出ましたようにそのインターネットのまあブラウザーで見たものがフィルタリングをかけるだけではなくて、まあどのようなサイドから見たときに絶対選べなくなるっていうのが分かってまして、だからやっぱりプロバイダーの時もそうでしたし、例えばまあプロバイダーとパソコンをくっつけたようなものがあのスマートフォンのサービスになるわけで、やっぱりスマートフォンでコンピューターですからものすごく複雑で、マーケティングの論理に行くと今みたいにプランがめちゃくちゃできてきたりとか、端末もいろいろ出てきたら結局分かんなくなったと。でそれはやっぱり昔スティーブ・ジョブスがアップルに戻ってきた時に30種類以上あった端末をたった4種類に絞った。でそれで言ってみれば30分の4の開発費だからそれに全部投入できたっていうことなんで、我々もだからそういう意味で端末一機種ですんで、だいたい通常の機種の15倍ぐらいのコストをかけて一機種を作ってる。その2つの意味で、まあ顧客からするとシンプルでいい端末が得れる、でそれから提供者サイドとしても継続性を担保できる、この2つのところでそういうような垂直統合というのを選びました。ね、だからもう選ぶとしたら機種しかないしっていうことですね、はい、で料金プランも結構安くてね、はい、1000円みたいな感じがしますけども、はい、あれちょっと安すぎませんかね。あの結局これも弊社しかやってないんですけど、はい、やっぱりそのアプリごとに速度を切り替えるんですね。でこれは、端末と交換機の部分を自社で作ってるからできますし、そういう特許っていうのも持ってまして、で結局その電力と同じように通信ってピークコントロールなんですね、はい、だからピークに合わせて設備を打たないといけなくて、1日何回かしか来ないピークに合わせて全部の設備を持ってる、でそれをうまくコントロールできればいいはずなんで、だから今言ってる何ギガとかっていうのはあれ積分値ですよね、だから本当はピークコントロールになってないんで、そもそもおかしな論理で、だからあれはそのピークをこう落としていくことによってあの1000円っていうので十分利益が出る構造というのを作ってます。ね、まあ、そういうのができるのも垂直統合で全部ね、そうですね、はい、とかってしますよね。でまあ実際端末なんですけども、はい、特徴といいますか、はい、この辺はどの辺になりますかね。あの一つはやっぱりもうとてもシンプルに作り込まれているということで、はい、OS とかファームウェアまで我々で全部作り込んでますんで、例えば新しいオプションとか申し込むとソフトウェアが自動的にインストールされてセットアップが完了したりとか、あとは例えば箱に置くだけでサポートセンターに来てる不良のトップ 80% は自動的に修復されたりとか、そういうような機能があるんですけど、まあ、一番大きいのは通常のスマートフォンよりもソフトウェアのバージョンアップでできることを多く開発されてるんですね。ですから、通常例えばバッテリーの持ちをこの間倍にしたりとかっていうのがありましたけど、そういうのも後からソフトウェアでできる領域っていうのは結構増やしてるっていうことなんですね。それが特徴的なとこだと思いますね。ね、実際あの、まあ、箱に置くとそこで自分で判断して修理してほしいところをこう、ね、はい、センターに送るみたいなのはなかなかないアイディアですし、はい、あれというのはね、本社ならではな感じですよね。そうですね、あそこ結構みんなメディアはびっくりしたんですけど、発表の時に、はい、あの反響ってどうでした？何本かテレビ CM を作ったんですけど、やっぱり反応が全然違うんですね。その明らかに違うユーザーインターフェースっていうものをスマートフォンというのは提供していかないと、もう全部同じものに見えて、親しみやすいオプションになってると。そうですね、標準でも IP 電話がついてくるっていう形なんで、ですからこれやっぱりその端末まで作ってないと、ソフトだけ後から入れるとですね、 IP 電話ってものすごく難しいんですけど、その端末まで一緒に作ってることによって IP 電話でもちゃんと着信したりとか、変な Wi-Fi 掴んでるときって IP 電話って着信しなかったりとかかからなかったりするんですけど、どういう状態にあってもいいクオリティを保てるっていうようなところができてるっていうことですね。非常に特徴的な機能です。あのまあね、御社が参入した3年前から比べると、はい、まあ、相当今ねライバル増えてますけど、はい、やっぱりこの状況ってある程度予想はされてましたか？そうですね、完全にやっぱり予想はしてましたね。その先ほどの、あの、はい、1回インターネットプロバイダーの事例でやってます、全く同じ構造ですん で、 で今回はやっぱり MVNE みたいな存在がいることによってもっと参入しやすい構造になってますんで、これからいろんな意味で目的特化型になってきたりとか、最終的にやるのは無料みたいなところも出てくるはずなんですね。でやっぱりただこれによって今まではもうとにかく最初にフリービットモバイル始めた時は大丈夫っていうものすごい怪しい
会社と思われたんですけどでも今はもう完全に MVNO っていうのが皆さんはそれの一つの選択肢として選んでいただいてるようになりますので、そうすると逆に言うとその中でどう特徴付けするかっていうところが、まあ、売れずに、まあ、3年間料金プランを1回もいじってないところってなかなかないと思うんですよね。そうですよね、はい、それで今実際満足度も 82-3% で、あの実際購入いただいた方が他の人に勧めたいという割合も 85% ぐらい来てますんで、これはちょっと非常に面白い稀有な例だと思いますね。料金そんなに安くて、まあ、そういったサービスがあって、はい、まあ、満足度高いの分かるんですけど、はい、逆に不満に思われてる点ってどこなんですか？ですね、不満に一番多かったのはですね、その速度の部分をちょっと一回こうバーッとユーザーが増えた時に混んでしまった時期があって、その時に不満足理由が増えたんですけど、現時点での不満足のところっていうのはほとんどあの大きなところはない感じになってきてますね。なるほど。あとはまあその店舗をもうちょっと増やしてほしい、もっとあの近くにあった方がいいとかですね、そういったところはありますね。そうですよね、はい、ただね、やはり他の MVNO の場合はね、家電量販店メインだったりとか、はい、まあ、最近よりはね直営店出すとかって話もある中で、はい、とは言いつつもね、各県に一つ出せればいいかなっていうレベルだったりしますけど、はい、その点で言うとやはりツタヤと組んでるっていうのは非常に強いですよね。そうですね、あの加盟店さんが出していただけるんで、うん、すごくいい構造にはなってますね、うん。実際そのツタヤの店員さんとかもちゃんと対応してくれるようになってるんですか？はい、あのトーモバイルはですね、専用の店員さんから、専用の担当者になっていただいて、兼業ではないんですね。ですからトーン一機種一プランだけを売るための専任スタッフというのが、各店舗のところに常駐している形になりますので、その辺は非常によくできてますね。うーん、真っ白さん実際に今までの話聞いてみてどうですか？そうですね、正直私ツタヤってもう何年も行ってなくて、で最後、はい、まあ、相当今ねライバル増えてますけど、はい、やっぱりこの状況ってある程度予想はされてましたか？そうですね、完全にやっぱり予想はしてましたね。その先ほどの、はい、1回インターネットプロバイダーの事例でやってます、全く同じ構造ですん で、 で今回はやっぱり MVNE みたいな存在がいることによってもっと参入しやすい構造になってますんで、これからいろんな意味で目的特化型になってきたりとか、最終的にやるのは無料みたいなところも出てくるはずなんですね。でやっぱりただこれによって今まではもうとにかく最初にフリービットモバイル始めた時は大丈夫っていうものすごい怪しい会社と思われたんですけどでも今はもう完全に MVNO っていうのが皆さんはそれの一つの選択肢として選んでいただいてるようになりますので、そうすると逆に言うとその中でどう特徴付けするかっていうところが、まあ、売れずに、まあ、3年間料金プランを1回もいじってないところってなかなかないと思うんですよ。そうですよね、はい、それで今実際満足度も 82-3% で、あの実際購入いただいた方が他の人に勧めたいという割合も 85% ぐらい来てますんで、これはちょっと非常に面白い稀有な例だと思いますね。料金そんなに安くて、まあ、そういったサービスがあって、はい、まあ、満足度高いの分かるんですけど、はい、逆に不満に思われてる点ってどこなんですか？ですね、不満に一番多かったのはですね、その速度の部分をちょっと一回こうバーッとユーザーが増えた時に混んでしまった時期があって、その時に不満足理由が増えたんですけど、現時点での不満足のところっていうのはほとんどあの大きなところはない感じになってきてますね。なるほど。あとはまあその店舗をもうちょっと増やしてほしい、もっとあの近くにあった方がいいとかですね、そういったところはありますね。そうですよね、はい、ただねやはり他の MVNO の場合はね家電量販店メインだったりとか、はい、まあ、最近よりはね直営店出すとかって話もある中で、はい、とは言いつつもね各県に一つ出せればいいかなっていうレベルだったりしますけど、はい、その点で言うとやはりツタヤと組んでるっていうのは非常に強いですよね。そうですね、あの加盟店さんが出していただけるんで、うん、すごくいい構造にはなってますね、うん。実際そのツタヤの店員さんとかもちゃんと対応してくれるようになってるんですか？はい、あのトーモバイルはですね、専用の店員さんから、専用の担当者になっていただいて、兼業ではないんですね。ですからトーン一機種一プランだけを売るための専任スタッフというのが、各店舗のところに常駐している形になりますので、その辺は非常によくできてますね。うーん、真っ白さん実際に今までの話聞いてみてどうですか？そうですね、正直私ツタヤってもう何年も行ってなくて、で最後に行ったのっていつだろうって思い出してたら家族と住んでた頃なんですよ。でそれはその家族で一緒に見る映画とか、まあ、アニメとかそういうのを借りに行ってたんですけれども、まあ、そういう時にふっとそのツタヤでスマホが売ってるってなった時に、先ほどあの石田さんが家族で持たれる方が多いというお話をされてたので、はい、なんか私それはすごい通ずるものが
あったんですね。なんかまあ話題になりやすいというのもありますし、であと、まあ、いろんなゲストさんこの番組来ていただいてるんですけれども、石田さん域で、はい、それでまあかけ放題で IP 電話導入するというパターンもあったりしますけども、はい、まあ確かにね、トーンの場合は IP 電話がメインってことからすると、はい、ユーザーからすると、まあ、親しみやすいオプションになってると。そうですね、標準でも IP 電話がついてくるっていう形なんで、ですからこれやっぱりその端末まで作ってないと、ソフトだけ後から入れるとですね、 IP 電話ってものすごく難しいんですけど、その端末まで一緒に作ってることによって IP 電話でもちゃんと着信したりとか、変な Wi-Fi 掴んでる時って IP 電話って着信しなかったりとかかからなかったりするんですけど、どういう状態にあってもいいクオリティを保てるっていうようなところができてるっていうことですね。非常に特徴的な機能です。まあね、御社が参入した3年前から比べると、はい、まあ、相当今ねライバル増えてますけど、はい、やっぱりこの状況ってある程度予想はされてましたか？そうですね、完全にやっぱり予想はしてましたね。その先ほどの一、はい、回インターネットプロバイダーの事例でやってます、全く同じ構造ですんで、で今回はやっぱり MVNE みたいな存在がいることによってもっと参入しやすい構造になってますんで、これからいろんな意味で目的特化型になってきたりとか、最終的にやるのは無料みたいなところも出てくるはずなんですね。でやっぱりただこれによって今まではもうとにかく最初にフリビットモバイル始めた時は大丈夫っていうものすごい怪しい会社と思われたんですけどでも今はもう完全に MVNO っていうのが皆さんはそれの一つの選択肢として選んでいただいてるようになりますので、そうすると逆に言うとその中でどう特徴付けするかっていうところが、まあ、売れずに、まあ、3年間料金プランを1回もいじってないところってなかなかないと思うんですよ。そうですよね、はい、それで今実際満足度も 82-3% で、実際購入いただいた方が他の人に勧めたいという割合も 85% ぐらい来てますんで、これはちょっと非常に面白い稀有な例だと思いますね。料金そんなに安くて、まあ、そういったサービスがあって、はい、まあ、満足度高いの分かるんですけど、はい、逆に不満に思われてる点ってどこなんですか？ですね、不満に一番多かったのがですね、その速度の部分を、うん、ちょっと一回こうバーッとユーザーが増えた時に混んでしまった時期があって、その時に不満足理由が増えたんですけど、現時点での不満足のところっていうのはほとんど大きなところはない感じになってきてますね。なるほど。あとはまあその店舗をもうちょっと増やしてほしい、もっと近くにあった方がいいとかですね、そういったところはありますね。そうですよね、はい、ただね、やはり他の MVNO の場合はね、家電量販店メインだったりとか、はい、まあ、最近ではね直営店出すとかって話もある中で、はい、とは言いつつもね、各県に一つ出せればいいかなっていうレベルだったりしますけど、はい、その点で言うとやはりツタヤと組んでるっていうのは非常に強いですよね。そうですね、加盟店さんが出していただけるんで、すごくいい構造にはなってますね。実際そのツタヤの店員さんとかもちゃんと対応してくれるようになってるんですか？はい、トーンモバイルはですね、専用の店員さんから、専用の担当者になっていただいて、兼業ではないんですね。ですからトーン一機種一プランだけを売るための専任スタッフというのが、各店舗のところに常駐している形になりますので、その辺